US Airways Express はアメリカ合衆国で US Airways の便名を冠してコミューター路線の運行を行っている複数の地域航空会社が使用していた共通のブランド名である。主に US Airways のハブ空港を発着する小規模な路線の運行を担当しておりアメリカ国内線は元よりカナダやバハマに向かう国際線も運行していた。 USA's がハブ空港及び商店空港として機能させている空港は以下の通りであった。US Airways Express の歴史は1967年にまで遡ることができ、US Airways の前身であるアレゲニ航空がヘンソン航空と契約し、アレゲニコミューターとしての運航を開始したことに始まる。最初の運航路線は、 ボルチモアとヘイガーズタウンをつなぐルートであったが、これは航空業界における最初のコードシェア便であると同時に主要航空会社が他の航空会社とコミューター路線を運航契約を結んだ最初の例である。なおこのヘンソン航空は現在もピードモント航空として US Airways Express の一員となっている。 パシフィックサウスウエスト航空とピードモント航空は1988年から1989年の間に US Airways に買収された会社の名前であり、その当時とは路線や機材は一新されたものの、それぞれの航空会社名は商標の存続のために残されることとなった。1996年までは US Air Express という名前であったが、US Air が US a エアウェイズに対象したことでこちらも、US a i エアウェイズエクスプレスと改名され、また US a i エアウェイズエクスプレスの運行機体にも1996年から導入されている、US a エアウェイズの新しい塗装が施されるようになった。2015年10月17日に、US a エアウェイズがアメリカン航空に完全統合されたことに伴い、US a エアウェイズのブランドも消滅した。 ヘンソン航空が運航していたショート330過去に US Airways Express として運航を行っていたことのある航空会社としてはエアミッドウエスト、アレゲニ航空、CC エア、コミュートやクラウン航空、フロリダワン航空、ジェットエキスプレス、リバティエキスプレス航空、ミッドウェイ航空、ミッドアトランティック航空、パラダイスアイランド航空、ポトマック航空、 ランサム航空、サウザン・ジャージー航空、ステイツ・ウエスト航空、サバーバン航空が挙げられる。またこれまで、US Airways Express の各社で使用されていた、ことのある航空機は、ドルニエ328、デハビランドカナダ DHC-7、ショート360、ジェットストリーム31、ジェットストリーム41、エンブラエルエンブ120、 ショート330、フォッカー F27、デハビランドカナダ DHC-6、ノルド262、モホーク298、フェアチャイルドメトロライナー、エンブラエルエンブ110、カーサ212、デハビランドカナダ DHC-3、デハビランド DH114 ヘロン、ビーチクラフトモデル18、デハビランド DH104 ダブ、 ビーチクラフト1900、ビーチクラフトモデル99などがある。ソブ340ボンバルディア CRJ200、アンブライエール170ボンバルディア CRJ1987 年に、ノースウエスト航空に吸収合併された、かつてのリパブリック航空とは別会社。ありがとうございます。